魔導研究所クリア後になる城を訪れると、こそ泥一匹狼が現れます。狼の後を追っていき、モグを仲間にします。仲間にしたモグの装備を確認すると、以前剥がしたはずの武器と盾を再び装備しています。魔導研究所クリア後は、しばらく強制戦闘がありません。厳重階へ繋がる魔風壁を開き、帝国と和平を結び、暴走した幻獣が向かったとされる第三角島へ。サマサの村で恒例のお買い物タイム。まずは、テントと風切りの刃を売却。プラス4600ギル。そして、竜騎士の靴を購入。マイナス9000ギル。イベントを進めるために宿泊、マイナス1ギル。残り358ギル。カジノ家はシンボルエンカウント方式ですが、今回は逃走が可能です。ファントムで透明になることで安全に逃げられます。19戦目、フレイムイーターとバルーン4体。開幕ボムベアラーでバルーン4体召喚。全部倒してもターン経過で再召喚。攻撃方法は炎属性の魔法のみ。ファイアーボールはリフレク貫通。カウンターでファイラーを使用。カウンター6回発動で自身にリフレクト、プロテス。リフレク中は自分に魔法をかけて反射してくる。バルーンを放置していると。フレイムイーター戦は戦闘前に透明になっていても、開幕で解除されてしまいます。まずはロックがカーバンクルを召喚。フレイムイーターの魔法から仲間全員を守ります。次にストラゴスがアクアブレスを使用。バルーンの HP を削ります。リフレクがかかっているので、カウンターでファイラーを使われても大丈夫です。ティナはバルーン狙いでジャンプ。ティナには、ジャンプが使えるようになる勇気士の靴と、常時リフレクとなるリフレクトリングを装備させています。ロックは、フレイムイーターにスローを使用。フレイムイーターには、スロー耐性がありません。あらかじめアクアブレスで HP を削っておいたので、バルーンはジャンプで確実に倒せます。バルーンは沈黙耐性がないので、尻で沈黙状態にします。これで、バルーンの自爆を防ぐことができます。ティナは、このままジャンプでバルーンを処理していきます。ロックは、フレイムイーターから、フレイムタンの盗みを狙います。フレイムタンをゲット。バルーン一体にスローをかけておきます。
えて全滅させずに一体残しておきます。一体でも残しておけばボムベアラーで補充されることはありません。ロックはもうやることがないので、ダメ元で盗むでもさせておき盗めました。ティナのゲージが溜まったら、逃げられないを4回表示させた後、ジャンプを繰り返すだけです。今のティナとフレームイーターとの速度差なら、このタイミングで飛ぶことで、確実に攻撃を避けられます。カウンター6回以上発動により、プロテスト、リフレクを使用してきました。なお、この条件はカウンターで何もしないが選択された場合でもカウンター1回として数えています。また、リフレクの効果が切れるまではプロテストリフレクを使ってこないので、今までのように攻撃し続けてはめることはできません。反射ファイガーはリフレクでも防げない厄介な攻撃ですが、ジャンプしていれば無効化できます。この戦法は敵が1回行動する間にこちらが2回攻撃でき、なおかつ敵のカウンターを無効化できる場合のみ有効です。今回の場合、敵がそれほど素早くない上にスローが効き、カウンターはリフレクトリングで反射可能なファイラのみなので成立します。ちなみに、カウンターのファイラは反射を使わず、直接こちらを狙ってくるので安全です。しばらくはこれの繰り返しなので、加速。バルーンの戦うによるダメージが蓄積してきたら、武器をブラッドソードに持ち替えて回復すれば OK です。また、逃げられないを4回表示する間にバルーンに割り込まれた場合、表示を3回に減らすことでタイミングを調整します。今回の方法はバトルスピード6かつメッセージスピード6の時のみ成立するものであり、これらを変えればタイミングの取り方も変えなければなりません。ファイアでの MP 切れを確認できたら、もう魔法を使われることはありません。ファントム召喚で透明になることで、バルーンの攻撃を含む全ての攻撃を無効化することができます。あとは、ひたすら攻撃するだけで OK です。ジャンプの割り込み特性について FF6 はエフェクトの最中や逃げられないなどのメッセージが表示されている間はゲージが溜まっても行動できません。その結果、行動の順番待ちが発生します。エフェクトやメッセージが終わって行動可能になると、先に行動を指定していたキャラから順番に行動していきます。ところが、ジャンプはこの順番待ちを無視して、指定した途端に最善に割り込むという特性を持っています。今回の場合だと、4回目の逃げられないが表示されている間、こちらがジャンプを指定するよりも前にフレームイーターのゲージが溜まっていたとしても、こちらのジャンプの方が先に行われます。一見地味ですが、この特性は非常に重要です。これの有無で安定度2点時ほどの違いが出ます。撃破しました。バルーンを3体倒した状態で撃破したので3体分の経験値キルを入手できます。ティナレベルアップ900ギルゲット。テイク2は4回でした。